ニュースをお伝えします。敬愛する最高指導者金正恩元帥の普及の挙発。朝鮮労働党中央委員会2013年3月総会で行った決議の原文が元帥の写真とともにロシアのホームページサトリオッティモスクワに載りました。12日から17日までの間に各国と地域の報道機関が敬愛する最高指導者金正恩元帥の国家科学院の現地指導を報じました。報じたのはロシアのタス通信、インターネットメディアのレムスキ、ホームページのパトリオッティモスクワ。朝鮮民主主義人民共和国は今ロシア24テレビ、ラオス通信、インドの新聞オーシャンニューズポイント、インターネットメディアのボイスオブミリオンズ、ネパールのインターネットメディアネパール東米、地球思想及び全人政治研究ネパール記者協会のホームページ、地球ネパール、中国の新華社、日本の共同、東京新聞、NHK、ドイツ反政フォーラムのホームページ、現地指導のニュース、ギニアの通信国内国際放送、7つの民族語放送、ベネズエラのテレビ局、テレクルです。同じ内容は、金日成金正日全国ベラルーシ朝鮮人民の友の会、北東山チェコ朝鮮友好協会、スペインのバスク地球思想研究会、ポーランド朝鮮民主主義人民共和国探求のための国際親善国旗、イタリアのミラノ地球思想研究センター、ナイジェリア金日成金正日主義研究全国委員会、コンゴ民主共和国地球思想研究全国委員会、ナイジェリアに本部のある朝鮮人民との友好連帯アフリカ地域委員会のホームページにも載りました。マスコミ各社は元帥の写真を共に載せています。公明母子説記念、ナイジェリア人民委員会がアブジャで、ブルガリア人民委員会がソフィアで、公明母子説記念人民委員会がドイツ判定フォーラムでそれぞれ発足しました。各人民委員会は2月16日まで記念期間とし、討論会、映画会など多彩な政治文化の催しを行うことにしました。敬愛する最高指導者金正恩元帥がマゾー山革命戦績地を現地指導した時から4年が経ちました。マゾー山革命戦績地には国を解放した偉大な金日成主席の業績が秘められています。1903年、2014年1月22日ここを訪れた敬愛する最高指導者金正恩元帥は、革命戦績地は戦金でも変えられず、また作れない朝鮮革命の万年の財宝であると述べました。その日からこの4年間2300余りの団体の大勢の人民軍軍人と勤労者青年学生がそこを訪れています。朝鮮で農業部門をはじめ多くのところで利用する農業気象専門サービスプログラム、農業気象が好評を博しています。気象情報交流所と気候研究所が共同で出したこのプログラムは、移動体通信網に加入した携帯電話の使用者が農業気象の専門資料、そして時期別の気象条件とそれに関わる農業技術の対策の閲覧が可能な特色ある情報技術コンテンツです。このプログラムで気象予報と降水量、土壌の温度など農業気象に関わる情報を閲覧できます。気象災害警報も人にかなった通報を受け、使用者が農業生産の現場で活用できるメリットがあります。朝鮮人民軍海軍によりアメリカの武装情報収集艦プエブロ号が打破されてから50年が過ぎました。死去57年、1968年1月23日朝鮮人民軍海兵は神聖な共和国の領海に侵入したアメリカの武装情報収集艦を打破し、侵略者を絶対に許さないということを世界にはっきりと示しました。プエブロ号は19世紀中頃から続いた朝鮮に対するアメリカ帝国主義者の侵略行為の直接の所産であり、反米対決でのアメリカの恥ずべき惨敗と朝鮮の永遠の勝利を見せる戦利品です。アメリカの罪を世界に告発するプエブロ号を、これまで219万人の人民軍軍人と各階層の勤労者青少年が見学しています。
21日、朝鮮中央通信社が、民族和解の雰囲気に水を差す醜いムードと題した記事を発表しました。記事は次の通りです。最近、南朝鮮の保守集団が、我々の主導的な措置による、北国並みの和解の流れを逆巡りさせようと悪辣に振る舞っている。新年に発表された、北と南の関係改善のための我々の画期的な提案について、韓米間の葛藤を煽る基礎、核兵器完成のための時間加速、薄っぽい偽りの平和構成などと一番悪意に満ちて中傷したのは自由韓国党一味である。民進に裁かれた自由韓国党が未だにいわゆる民進の代弁者を装って、同じ民族の間の和解と協力の雰囲気に挑戦していることに、北と南海外の民族皆が怒りに燃えている。新内代表キム・ソンテをはじめ自由韓国党の面々は、この9日、北と南の高位交換会談が開かれ共同発表が出されると約束でもしたように、北に自分の主張だけを通す機会を与えたもの、南北対話は北の核問題解決が前提、共同発表は北の新年の字のコピー版などと騒ぎ立てた。東報道館チョン・ヒギョンは、南北対話は北の核放棄と武力挑発放棄の出発点になってのみ意味がある、北に引き継がれる一つの短所になってはならないと途方もないことを言った。議員のキム・ギソン・コン・ソンドンなどは、北と南の選手団の冬季オリンピック大会の共同入場について、スポーツが北の政治宣伝の道具として規制されてはならないなどと悪を叩いた。特に党代表本事務所は、共和国の大らかで画流のある措置を偽りの平和構成だとこき下ろしたあげく、色分け論をまたまた持ち出して、南朝鮮当局が対話を続けられないようにしようと企んだ。我々の選手団、応援団、芸術団などの派遣についても、この反民族の集団は北といかなる裏取引があってはならない、スポーツ交流の裏に隠れた北の挑発の底意を見通してはならない、北の参加で国際社会の北に対する制裁協調が歪みかねないと青筋を立てている。これにリーダーウソプ、キム・ジュンロをはじめ国民の党議員まで、北との対話に慎重に臨んでくる、北を額面通り信じて安心してはならない、南北対話はただ北の核問題解決という最終的目標のための一歩にならなければならないと相づちをしている。東方道館のリー・ヒョンジャ・キム・チョル軍は、北がこの度の会談を核とミサイル高度化の時間稼ぎのためのものと考えるなら大きな間違いだ、北の核とミサイルに関して変化がない状態で大きな期待は沈没だと騒ぐと言った。保守系のマスコミとバイデンの友、必死になって対決ムードを煽り立てている。朝鮮日報、中央日報をはじめ悪質な保守系のマスコミは、民族の和解と協力を図る我々の大らかな措置と誠意ある努力について、貧困国家を正常国家に誇示しようとの措置、体制宣伝のためのものだと悪行を叩いている。果ては我々が共同訓練のために提供するマシクイネスキー場とカルナ空港に対して、ふぶかけた危険だとやたらとでっち上げている。民族の大義とは柿を作って暮らす肥大の反逆者、歴史の靴の気違い沙汰だと言わざるを得ない。朝鮮民族と国際社会は外部勢力に寄生し、同じ民族との対決で4年を保つ南朝鮮の保守勢力の醜い狂気型に、朝鮮半島と地域の平和と安定のために必ず摘み取らなければならない毒草のような存在であることをはっきりと見ている。南朝鮮の保守勢力は今の北と南の環境の流れに逆らっているようでは、自分の運命だけを棒に振るということをしかとして仲介をやめなければならない。祖国統一民主主義戦線中央委員会初期局参事のリンムンさんが、国連関係改善の流れに逆行する南朝鮮保守集団が得るのは最も悲惨な破滅だけであるという文を発表しました。文は、
新年の元旦から凍結状態にあった北南関係が統一を望む朝鮮民族皆の熱い思考と要求通り、対話と協力、関係改善の軌道に力強く乗り出された。しかし南朝鮮の保守集団は民族皆の期待と悲願、体制の流れに逆行して、せっかく作られた北南関係改善の雰囲気に水を差す人間を勝手に吐き出し、見るに耐えない妄想まで働いて世人の怒りを買っている。自由韓国党のホン・ジュンピョ、キム・ソンテ、シム・ジェチョル、ハム・ジュンジュ、ガ・ギョンウォン、キム・ウソン、キャン・ジュウォンと、正しい政党のリー・スンミン、ハー・テジョン、大韓愛国党の朝鮮人のような者らが、その先駆けの役を担って無分別に振る舞っている。この者たちは北側の誠意のある対話提案と主導的な関係改善の措置を、核武力完成のための時間稼ぎ戦略、韓米同盟の瓦解を狙った偽物の平和構成、制裁突破のための術数などと悪辣にけなす一方、北の核放棄のための制裁プレッシャーを一層強めなければならないと気持ちを上げている。民族の皆はもとより、全世界が一応に支持歓迎する北側選手団と大規模施設団の東京オリンピック大会参加を、オリンピックが北の体制の宣伝場になってはならない、同時に行事諸戦外闘機ではなく対局機を掲げるべきだ、単一チームの構成は南側選手たちに夢と未来を放棄しろというも同じことである、などと全く無礼で意地悪い文言まで並べ立てている。特に汚職のような南諸戦の政局でも強引には見出せない特等政治承認、泥棒の大元締めで、旧約で提出な原稿で礼法無垢犯、本地法制、コンプランクのあだ名がついている自由韓国党代表の本人とが、臭い匂いがする口で、北が詐欺一つだけを持ってきて、平昌オリンピックを平壌オリンピックにしている、国際的な体育祭を南北政治庁に活用しているなどと悪行を並べる傍ら、ラジンゴムは北南単一チームの構成を絶対許せないという内容が盛られたメッセージを国際オリンピック委員会に送る集大を演じて世界を驚愕させている。あとはパク・クンヒの手先残党である、大韓愛国党の番頭閣である朝鮮人といった刀剣そっくりの者らが、北のオリンピック参加反対を叫びながらソウルの都心で共和国の最高尊厳をむやみに冒涜し、共和国旗と統一旗を燃やす断じて許せない蛮行まで働いて、国難関係改善の流れを何としても妨げようとヒステリックに振る舞っている。再度否認するが、共和国のこの度の措置は時間稼ぎや韓米同盟の瓦解、制裁突破のためのものでもなく、全て民族のための重大決断である。共和国は昨年アメリカの核恐喝政策と脅威から国と民族の自主権、領土保全を守り抜くための国家核武力完成の歴史的大業、ロケット強国運用を輝かしく実現し、それについて国際社会はもちろんアメリカも認めている。世界が公認する戦略国家の地位に堂々と上った共和国には、アメリカの指揮なしには一歩もそのまま見抜けない人間たちとの関係改善を加味しても、明るい未来への道が多くも多く、諸戦民族の保護体験の強敵との決死戦をこなして、一気に統一政権の最後の勝利を収めることをはじめ、いろいろな選択肢が着実に準備されていることをあえて隠さない。しかし真に民族を思い平和を愛するので、共和国は大きな度量と忍耐を持って同じ民族と手を結び、民族の安全と民族共通の繁栄のための新しいラインを踏み切ったのである。周辺国と国際社会が共和国の北南関係改善の措置を置いて、朝鮮半島と世界の平和に大きく寄与した重大設定、人類の未来のための責任ある選択だと一応に表しているのもまさにそのためであろう。民族的良心を少しでも持っている人であれば、最も気高い民族愛、同胞愛がもたらした激動の出来事を、他ならぬ日本諸君がその恩恵を最大に被っていることを無闇に自暴し、
親しく作られた和解の雰囲気を壊す頑強な行動を勝手に取れないだろう。目下アメリカ中心に命の綱をかける売国徒たちが反米同盟を神頼みにするかもしれないが、自主と正義を目指す南朝鮮のキャンドル民心は恥ずかしくも屈辱的な植民地主従関係に過ぎない韓米同盟に主権宣告を下していたして、民族自主の道を力強く進んでいる。共和朝鮮人民が民族の和解と団結、朝鮮半島の平和繁栄を心から望むなら、国内関係改善のための今の流れを妨げようと必死になる保守集団を断固制圧し、その華々しい国が明るみに出続けている流入学やパク・クミとともに、歴史の墓穴に丸ごと葬り去るべきだと強調しています。21日、朝鮮中央通信社が悪宣伝の代償を支払う自信があるのかと題した論評を発表しました。論評は、北と南の高位交換会談と実務者協議が終わり、北側の人たちの南側派遣が一点に上っているとき、南朝鮮の朝鮮日報、中央日報をはじめ保守系のマスコミと自由韓国党代表、本人挙、主席報道官、チャンジュールなどの保守政客の悪宣伝が続いている。これは北と南の関係改善を願う民族皆の熱い思いに水を差す恋の文言で、同じ民族との対決に命綱をかけた者たちの卑劣な下心と哀れな身の上を改めて明白にさらけ出している。すでに明らかにしたように、北と南の関係を改善し民族の大事を成功裏に行おうとの我々の誠意と真心は疑う余地もない。誰であれ民族の血と魂を持つ人なら、過去を不問に伏し、ようやく訪れた北と南の和解のムードを大切にし奨励しようとの我々の要求は決して無理なことではない。しかも各国と各民族が自分の利益を前面に押し立て強制的な発展を目指しているとき、未だに世界の前で同じ民族を中傷し対決を仰ぐのは、民族の統一的な発展を阻み外部勢力に漁夫の利を与える反民族の行為でしかない。凍結状態にあった北と南の関係が改善に向けてスタートする前に、数々の悪を抱えている保守系のマスコミと政客のため、南朝鮮当局が触れ込んでいる平和のオリンピックが改革のオリンピックになりかねないという懸念が日増しに深まっている。我々の崇高な防波ラインの措置に難癖をつける保守残党の無知な行為のため、北と南の関係改善の流れがまたもや抑止され、不信と対立が激化するなら、その全責任は三軍の下で民族の大義を台無しにし同じ民族を冒涜した者たちが追うことになると書いています。以上で政治家の印象があります。担当は政治アード大西でした。こちらは朝鮮の声放送です。解放の真理の道、朝鮮の歴史で20世紀初頭は朝鮮人民が日帝の植民地支配のもと民族的蔑視と虐待に苦しんでいた時でした。こうした時、偉大な金正恩主席は朝鮮の反日民族解放運動の卓越した指導者である金日成先生の長男に生まれました。幼い時から愛国主義教育を受けながら成長した金日成主席は、朝鮮の独立のために戦っていた父が娘は日帝警察に逮捕されたという知らせを聞きました。主席は父の敵を討つために日帝と戦おうと決心し、故郷の万元寮を立つ準備をしました。中国東北地方の北道港までの遥か遠い道を旅立つとの幼い孫の決心を聞いた祖父の金ボイエン先生は、何ヶ月すれば学校も卒業し天気も暖かくなるから、その時に行くようにと説得しました。しかし主席は、父が不幸にさらされているのにここで安らかに勉強することはできない、これからどこへ行っても血の代価は払わせるだろうと言い、真昼にも猛獣が現れるという険しい千里の道に旅立ちました。朝
本の重利が日本の一利に当たりますので、この線利は100里、つまり400キロの距離です。2014年、1925年1月のことです。万元で革命出版の学術研究員のチョン・グムソンさんのお話です。이러한흐름을보면1925年1월1일に反복의출시를偉大な金日成主席は1925年1月22日解放の戦利の道に立ちました。万元礼を後にして13日目の2月3日主席は北の果てのアムノコ川に着きました。今祖国を後にすればいつまた帰ってこられるだろうかという思いで主席の胸はえぐられるようでした。後日主席は、その日私はアムノコ川のほとりで苦しい隕石体験をした。幼な心にも祖国の主席の民主を目の前に描きに、祖孫が独立しなければ再び帰っては来れないという誓いを立てたと、当時のことを感慨深く思い起こしました。偉大な金日成主席は10代の幼い時に誓った通りに20年の抗日革命闘争を勝利と導き、国の解放の歴史的意義を成し遂げました。の戦利の道、古代史を成しました。教育の担当者として、1907年、2018年の新春を迎える祖孫の教育者たちが、教育の担当者であることを自覚して新学期の授業の準備を着実にしています。去年のピンチョン区域教員再教育講習所の人たちは、敬愛する最高指導者金正恩元帥の新年の字にのっとり、新学期の講習を高い水準で準備しています。所長のキム・ソンヒさんのお話です。지금우리강습소에서는종이하는최고의유가동주의수유사를옆에받들고정원들이다들을먹고있습니다。今講習所では金正恩元帥の新年の字にのっとり、教員の質を高めるために努めています。講習所では2018-2019 学年の第1学期講習の準備を終え、区域内の教員の講習を始めました。講習期間、小学校の学年別の教材の講習と、幼稚園、初級及び高級中学校教員の資質向上と実務の講習を行って、区域内の教員皆の資質を一層高めることを図っています。講習所では、この度の講習が準備講習と集中講習に分けて行われる実情に即して講習に綿密に取り組んでいます。各学校に降りていって講習保障のための対策を抜かりなく講じ、各文科で新しい教育要領に伴うカリキュラムの作成と教務の制作、実利があり優れた新しい授業の方法を作り出すよう手配しています。講習所の人たちは、教員が熱意を示し、準備講習がうまく締めくくられる熱で、集中講習のための準備に一層拍車をかけています。特に、小学校4、5人用の教材の講習を受け持ったインストラクターが、新しい教材の内容についての講義の準備を着実に行う一方、不安的な教員を選んで講義に出向させることにも力を入れています。講義に出向するインストラクターと講師たちが、講習の内容にふさわしい資格教材や教具を作り、教案を作成したのに基づいて講習所では下授業を行い、長所と短所を分析し、集団で討議を行って一層磨いています。講習所では科目別に行われる模範授業にも深い関心を払っています。模範授業がインストラクターと教務行政職の授業指導の能力と教員の実務の質を同時に評価し、一段と発展させる重要な契機になるようにしています。
このような準備のもとに行われる講習は、新学年の授業の準備だけでなく、教育実務の資質を一層高め、新しい授業の方法を身につけるための教員の競争に発展し、一層活気を帯びています。キム・ソンヒさんのお話です。우리는새학년도교습강습을실속있게싸고도록그요간의모든조언들이깨우쳐주는교습강습입니다私たちは新学年の講習を綿密に行って、区域内の教員の皆が開発授業の方法を積極的に身につけて、共和国を教育の国、人材強国に輝かす上で、本分を全うするよう準備させるつもりです。敬愛する最高指導者、金正恩元帥の歴史的な信念の字に示された課題を見事に実行しようとの、講習所の人たちの献身的な努力は、教員の授業の実力、生徒たちの実力向上につながることでしょう。教育の担当者として交代してお話しました。